大軍を率いて関東に攻め込んできた袁紹だが、迎え撃つ曹操は固く守って破らせなかった。逆に曹操軍は数を頼みとする袁紹軍の隙を突き、勝利を収めることに成功する。関東の戦いの最中、敵味方に分かれて戦場にまみえる劉備、関羽、義兄弟の姿があった。各地を流転して袁紹のもとに身を寄せていた劉備、仲間とはぐれて曹操の客商となっていた関羽、一瞬の開口が関羽に決意させた。建安6年、関羽は本来の主君である劉備のもとへ帰るべく曹操のもとを去る。だがその後を追う一人の武将の姿があった。関羽はもう行ったのか。ああ、追うのか。奴は危険だ。お前も分かってたろ。それだけか。ふわ、関羽待て。曹操の恩義にはすでに報いたはず。褒めるな。ならん。お主が行けば猛徳の災いとなる。ならばまかり通る。Thank you.
答え。Oh!
首持ってまいれ。お前の首などいらん。持っていこうにもヒゲが邪魔だ。